女性の髪結い髪結いコンテスト。1900年髪結いは、江戸時代から明治にかけての理髪業に従事する人を総称する言葉で、現代の理容師のこと。男性の髪を手掛ける男の髪結いで、髪結い床という自分の店を持つ者は、床屋とも呼ばれたが、女性の髪を手掛ける女髪結いは、遊廓や顧客の家を訪問していた。以下、床屋では、男性の髪結い、女髪結いでは、女性の髪結いについて扱う。男性の髪結いは、酒焼きが広まった室町後期に1000程度の料金で髪を結い酒焼きを剃った1000剃りが起源である。雑用をこなす、召使いのいる武士と違い、庶民は自分で酒焼きを剃ることができず髪結いに頼んでいた。髪結いは、町や村単位で抱えられ、床と呼ばれる仮の店で商売を行ったため、床屋とも呼ばれる。床屋が多かったのは、独身男性が多い江戸だったが、江戸の男性はかなり頻繁に床屋に通っていたらしく、番所や一種の社交場としても利用された。江戸や大阪、京都では、床屋は幕府に届けを出して開業した後は、町の管理下で見張り役なども務め、番所や会所と融合したものを内床、橋のそばや辻で営業する者を出床、道具を持って得意先回りをする者は回り髪結いと呼ばれた。当時の床屋は現在の美容院と違って客の髭を剃ったり眉を整えたり自掃除までしていたため長い年季の修行を必要とする技術職でもあった。床屋の料金は天明年間でおおよそ1回280文前後で酒焼き、顔剃り、自掃除、髪の結い直しをする。一方、得意先と年季契約して出張する、回り髪結いは、大棚などに抱えられており、主人からは1回100文前後、他の従業員はその半額程度の料金を取った。定められた料金の他に、顎付きといって得意先に食事を出してもらったり、祝い事には、祝儀も届けられるなど、腕の良い髪結いは、それなりに余裕のある暮らしを送っていたようである。髪結い結髪が習慣化してからは自分で髪を結うのが成人女性のたしなみとされたが髪型が複雑になってきた明和年間頃にはもはや素人の手に負えず、また後ろ髪を大きく突き出すような方など自分では結うのが難しい髪型が氾濫したため多彩な髪型を熟知し顧客の容姿や好みに合わせて結い上げる。専門職が必要になり、男性の回り髪結いが遊廓を出入りして、遊女の髪を結った。しかし、男性では複雑化してゆく髪型を熟知し顧客の細かな要望に応えることが困難となり、安永頃になると、女性の髪結いが登場して、遊廓の回り髪結いは急速に衰退していった。彼女たちは、筋目櫛やすき櫛などを風呂敷に包んで顧客を訪ね、要望を聞きながら最新の髪型を結っていった。江戸時代後期には毎年のようにスタイルブックが売り出され、髪結いはそれを参考にアレンジを加えて結っていた。女髪結い自体は着古した地味な衣装に前垂れを帯代わりにするような堅実で質素な女性が多かったのだが、幕府は他人に髪を結わせるという行為が贅沢だとして、たびたび禁止令を出していた。髪結い料は、安永頃の資料を見ると1回で200文程度で、物価や時代によって多少の変動があった。また、遊郭の女郎や大棚の妻女からは季節ごとに祝儀の品が届いた。江戸時代には女性の専門職は髪結いか産婆などに限られていたため、妻の収入で楽な暮らしをする亭主を指す、髪結いの亭主という言い回しが生まれた。ただし、実際に亭主が髪結いを行っているところもあった。ありがとうございます。